番組はエイベックストラックスの提供でお送りします。今週のゲイ方は今大人気のプリントクラブで美女探し、どんな美人が捕まるのか。まあ、今回はゲストのカイジャリ水魚に、はい、あのプリクラ美女探しに行ってもらったわけなんですけど、はい、そうなんです。でもあのこの企画ある前からプリクラ自体は知ってた？知ってはもう知ってましたけどね。僕そのまだ全然出てない頃やりましたからね、うん、いや出てない頃お前どこでやったんですか？まだ流行る前からっていうのを言いたかったんですよ、はい、世にものすごくたくさん出る前に、はい、っていうことを言いたかったら、うん、出る前って出る前ってお前自家製になってんじゃねえかすごい目が詳しいじゃん家で作ってたらいやいや、まあ、その流行る前にあったんですけど、ね、うんうん、いや正直その時に、うん、これ別に面白くねえなって、うん、そうなんだよね。いや俺いまだにね良さが分かんないんですよ、あんなに流行るだよね、だって俺思ったのはその黄色い人君、はい、黄色い人はまだそんな流行ってないプリクラをそれもそんな濃い顔で一人で撮って何しようとしたの最初張りまくりましたね結局食いついてんじゃねえかお前理由十分分かってんじゃん。いや楽しかった、ね、だから結局楽しんでるんですねいや、まあ、横であの一応ご意見番の編集長なんですけど、はい、一応データとしてプリクラってのはいつ頃からこうゲームセンター並び始めたんですよね。だから先ほどおっしゃったみたいで僕も記憶にないんですよ。なんか知らないうちに、うん、あっちこっちに出回ってきたな。ただ爆発的ヒットしたのはここ1年ですよね。手軽に自分のシールが作れるのが人気の秘密であるプリクラ、なんとキオスクの前にまで置いてあるほどの人気ぶり。そして最近ではプリクラ人気に続けたばかりに簡単に自分の名刺が作れちゃうネームクラブや、いろんな国に旅行した気分になれちゃう背景合成写真のメタモルフェイスなど、さまざまなお手軽マシンが人気を呼んでいるぞ。プリクラ美女対決ということで、カイジャリ水魚の2人にはですね、はい、レポートに行ってもらったんですけど、はいはいはい、どこに行ったんですか？渋谷ですね。いいですね。日曜日の昼下がり。うわ混んでるね。もう小ギャル地獄でしょ。もうなんか人ワンサカ寄ってきますよね。僕たちがプリクラ状態になりましたからね。そうですね。言ってください。意味はな、そういうの。僕たちもバックに写真撮ったりとか。ああなるほど。並んでってよりバックでなんだよくわからない撮り方ですけどね。でもあれでしょ、当然取材でプリクラ撮った後に電話番号聞いたりとか。いやいやいや、そこは仕事はきっちり分け前の立場ですから、そういう公務員的要素も。公務員的要素いないかなそれ。カイジャリ水魚には公務員的要素があったんだ。欲しくねえよそんなもんプリントクラブ美女対決ということで、カイジャリ水魚の2人が渋谷の街でテーマに合った美女を探し出し、そのプリクラ写りで対決。じゃあお前引いていいよ。はい、これです。さあ一発目のお題は眉毛美人。眉毛美人。まずはトップバッターの上田さん、渋谷のど真ん中で眉毛美人を探し出せるのかな。すいません、こんにちは、ちょっとよろしいですか。ごめんなさい、こんにちは。今プリクラとかってある？ちょっとね、プリクラ美人っていうの探してる。やだ。なんでなんで。絶対やだ。ちょっと見せて。なんでなんでなんで。撮りたくなかったらだからちょっとプリクラ見せて。本当に持ってない？お前持ってんな絶対。絶対持ってるよお前。持ってんだろタブチ。ちょっと出せ。ちょプリクラ出せ。ということで上田さんのおすすめの眉毛美人はこちらのお二人。続いて有田さん。お、早速見つけたようですね。どうも会社に住んでます。今ね、あの眉毛美人というのを探してるんですよ、ね、プリントクラブ眉毛美人。激しいでしょ。激しい激しい。なんで激しくなるの。プリントクラブあります。プリントクラブちょっと見せて。え、もう全然写ってないよね眉毛が。じゃちょっといっぱいこれあるんですけどね、ちょっとね髪の毛でねが邪魔してますんで。前髪邪魔してますんでね、ちょっと新たに壊してもらって。新たにプリクラを。プリクラを。有田さんおすすめはこちら。果たしてどっちが美人？おー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 。これはいいでしょう今の。いや、いいでしょう。超割ったようなもん。いや、なんで待って認めてんの？いや、僕もね、売り込もうと思うんですけど、あれは売り込めねえな。いやいやいや、ただね、あの、要するに今こうやってビデオで見て美人かどうかっていう問題じゃなくて、お二人とも美人でしたけども、お三方とも美人でしたけども、要はプリクラですから。そう、プリクラの出来栄えですから。問題は審査の方一応僕だと偏り出ますん で、あとそれから一応向こう用紙なんでね、いろいろコメントしづらい部分もありますから。でまた同性じゃないですか。そうそうそう。ここでですね、もうあのこのゲーム業界で女性を見る目にかけてはですね、5本の指に入る男。そう
よ。アニメにも強いし、ね、強い。全てに関していいですからね。プリクラありますからね。はい、そうありますあります。もう自分のプリクラ もずっと持ち歩いてますから。さあ編集長、判定はどちら。中村由美さんです。はい、有田君一緒。これはもう俺はっきり言ってセンスをテレビにもうバラしてるわけですけど、別にいいでしょ。いい。さあ、八つ目のお題。はい、ほくろ美人。だこれもう分かんねえだろ、プリクラじゃよ。ほくろ美人、あ、ほくろを所有しながらもやはり美人な顔を形成していると。いや別にほくろがあるとブスってわけじゃないですからね。そうそうそう、いいところに例えば泣きぼくろとかいろいろあるじゃないですか。セクシーぼくろとか好きぼくろとかね。上田さん、早速女の子2人組を見つけたようですけど、ちょっとプリクラとかやっぱやるでしょ、学校流行ってる。そう、ちょっと見せてくんない。え、今持ってないですよ。あ、持ってるよ。そんなもん羊、ほら早速出してる。持ってないよって言った矢先に。お前らチームワーク取れてねえな、おい。ああ上田さんおすすめはこちら、ちゃんとほくろもあります。続いては有田さんですが、何なんですかね、この動きは。プリントクラブとか撮ってます。あ、今日持ってない。持ってない、一個も。うん、うーん、よし、撮ろう。で、撮ったプリクラがこちら。ちゃんとほくろもありますよね。いや、今回の対決はね、勝ちましたね、僕はね。いやいや、俺の見た感じは両方とも同点ぐらいなんですよ、こう生身の撮った感じは。だからあとはプリクラの出来栄えっていう感じなんですよ。いや、プリクラの出来栄えちょっと見てみてもね、ええ、相方の方はこれ北斗晶みたいな感じになってますね。すごいな、ええ、僕の勝ちですね、これ。これね、これでもプリクラ打つ日が出たね、完璧にね。ね、いや、なんかスイカとかそういうのがどうも、まあ、背景のチョイスが、だって背景っていうんだったら有田君の方の背景、有田君が半分映ってるじゃん。怪しいですよね。それがね、よく見てください、スイカの方もね、半分僕入ってる。本当だ、後ろに。さあどうしましょう。俺は勝ったでしょ、僕が。編集長悩んでおりますが、いやいや、上田さんか有田さんか。ビジュアルで見てると両方ともね、うん、綺麗な方なんですけどね、写真写りでいくとやっぱこのスイカの方でしょうね。やったー、上田くんでーす。だって考えても見てるの、スイカに叩かれてる顔がこんな顔ですか。いやいや、もっとハラハラするでしょう、これ。本当に叩かれてるわけじゃないから、ハラハラはしないよ。11月23日と24日、幕張メッセで Nintendo 64スペースワールド96が開催。64ソフト約40タイトルが公開されるぞ。悪魔城ドラキュラ X、 月下の野草曲、画像公開。あの名作アクションゲームがプレイステーションで復活。 RPG 要素も付加されているぞ。光栄からセガサターン用ワープロセットが出るぞ。このセット、サターン用のワープロソフト、プリンター、接続パーツをセットにしたもの、11月22日に発売だぞ。いや、これだけね、女子高生人気のプリクラじゃないですか、うん、本当にみんな持ってるじゃないですか。知ってますね、漏れなく持ってますね。漏れなくね、ついてますもんね、うん、で、このプリクラに実は今いろんな噂が出てるって、リカちゃん知ってます。いや、なんかちょっと聞いたことあるけれども、うん、そんな詳しくは分かんないけど、詳しく知ってるのはカイジャリ水魚、どんな噂。はい、結構ありますよ、ありますね。一時もう有名なのは、なくなるっていう噂があったんですよね。え、もうプリクラは一気になくなってしまう。うん、いや、だから本当にこれはあの、なんですか、変な犯罪に走る。ああ、ありましたね、そういう噂がね、一回ね。あった、あった、あった。さっきちょっと聞いたら伊集院さんも犯罪になったらしい。言えないですよ、その犯罪は言えない。あのね、一個噂知ってるでしょ。あのね、芸能人が酔った勢いで渋谷でプリクラで肛門を取るって言い出したらしいのよ。しかも絶対にプリクラの機械にまたがろうって言ってるところに。奥様はどうしちゃったんだろう。そういう事実もあるんですよ、ね、噂犯罪がね、うんうん、まあ、白姿が俺だったらしいんだけどね。で、前から見ると俺だったらしいんだけどね。それ荒手の犯罪ですね、プリクラでね。そういうのが多いから、まあ、その事件をきっかけにやめようじゃないかって。俺がきっかけでなくなるかも言いながら、ね、そうなったんですけども敵だね。プリクラなんかいろんな噂があるでしょ。あるんですよね、なんかいろいろ。お前詳しい。なんすか、あの白黒になる。ああ、なんかそれ聞いたことあるね。あとね、なんか場所によってここにしかない、うん、なんかプリクラがあったりとかね。え、ここにしかないって。だからほら、いつものよく置いてあるとこ、うん、やつじゃなくて、うん、違ったものがある場所にだけ置いてある。 あの背景っていうか、そういうこと、フレームとかが違うやつとかね。
あとこれ事実として町田にですね、プリントクラブっていうランジェリーパブができました。誰がそんな無駄な情報満載でお送りしますっていう感じ。カイジャリ水泳の2人がやってきたのは渋谷の地下にあるカタクリコなんですが、なぜか大行列。一体ここのプリントクラブには何があるんでしょうか。こんな並ぶことはないですよね。 CD を並んでるわけじゃない普通ね。プリントクラブを並んでるんでしょうけど、ちょっと聞いてみようよ。すいません、これプリントクラブ並んでるんですよね。はい。なんでこんな並ぶんですか。普通のフレームじゃない、普通のフレームじゃないものがある。はい、何があるの。ウルトラマンのと岩飛びペンギンの。岩飛びペンギン、岩飛びペンギン、それどういう。スーパーハードの宣伝があった。あ、ムースをね、刺さるやつね。それのフレームがあるからここ並んでるわけだ。それはない、ここにしかないんだ。おー、やっと順番来た。待ちました。何が10分ですか。相当いってますよこれね。さあ、じゃあ行きますよ。ここにしかないというね、ウルトラマンバージョン。どれがウルトラマン。あ、ウルトラマンいっぱい種類あんだ。これがいいでしょう。それがいいよ。これでまた種類あるんじゃないかよ。これいいんじゃん、その下の左下。これですね。なんで俺真剣に選んでんだろう。俺26だぞ今。この Z もいいんじゃないですかこれ、ね。いや、せっかくだからウルトラマン行こうや。ですか。うわ、これいいじゃん。これいいよ。あえてな。いや、誰かボタン押してくんないと。あーそうか、そうか、ごめん。で、こちらが場所限定、ここにしかないウルトラマンフレーム。そしてもう一つ、ここにしかない場所限定のプリントクラブがこちら、岩飛びペンギン。可愛いですよね。その他、人気を呼んでいる場所限定フレームはこちらのキティちゃんのオリジナルフレームやお菓子のキャラクターキョロちゃんのフレームなどがあり、女の子が列をなすほどの人気ぶりなんだって。白黒のやり方って、なんとあのプリクラで白黒シールが作れるとの噂。一体どのようにすると白黒シールが作れるのか。わかる、わかる、自信ある。ないよ、自信ない。自信ある、やりたい。ある、ある。そうか、もう一回というかこれチャレンジしてみたいと思いますね。まず300円入れます。はい。入れます。はい、それで。はい、まず。はい。はい、そしてポーズ取りますよね。おう、はい、それで。はい。いや、いいですよ。はい。まず2決定をしますよね。ここからですか？ここから？ここ見てください。これ、ここで、はい、まず。あれ？あれ？できた？できました。おー、これがプリクラの裏技、白黒バージョン。出し方は至って簡単。写真を撮ってプリント決定の時にキャンセル決定と押す。すると白黒のシールができちゃうぞ。プリクラとかやります。はい、プリクラやる。アクシフレームの出し方わかります。あ、知ってる。プリントクラブって出るやつ。あ、それなの。あ、俺も確認してる。おー、それどうやり方知ってる。そうそう。どっちのボタン。最初に右。最初にこう選ぶときにですか。そうです。選ぶときに R ボタンをバーッと連チャンで押す。うん。そうすると出てくるの、それが。そう。これは簡単と思った2人、早速自分たちで隠しフレーム出しにチャレンジ。普通だったらこれジャンルを選んで、ここでこれを連発すると。はいはいはい。おお。なんだ。おお、簡単に出るんじゃないですか。簡単にね。いいっすかね。あ、これでまた白黒にもするんすか。ダブル技で。あれキャンセルになりましたけど。隠しフレームはジャンル選択画面で R ボタンを連打。試してみてね。おお。いろいろあるんですよ。ウル
トラマンがあのすごい並んでたやつ。そうですね。そうですね。あのお店にしかないらしいですね。あ、そうなん。ほう。その時で1時間半待ちとかでしたからね。1時間半。それはあったんだろうな。でもディズニーランドのアトラクション並みだよね。そうなってくるとね。もっとすごいのがね、うん、あの例えばここにウルトラマンここしかないからって関西からわざわざその原宿のお店に行ったりとかね。で8時間待ちとかあるらしいっすよ。これドラえもんじゃん。ドラえもんもあるんですよ。本当にあるんだドラえもん。噂だけかと思ってた。いや、ドラえもんは本当にいませんよ。当たり前だ。知ってるよみんなそんなもん。それは知ってるよ。さあ最後のお題は何でしょう。お、芸能人そっくり美人。芸能人そっくり美人、上田さんが捕まえた彼女は一体誰に似てるのでしょうか。友達もいらっしゃいな。いらっしゃい。たまに。おおお、それが聞きたかった。お、誰だ。吉川ひなの。吉川ひなのさん。あー、はいはいはい。このね、吉川ひなの2のね、笹原さんをねちょっとね、今映そうと思ったらね、友達にね、ちょっと友達が急遽参加しましてね。ちょっとちょっとちょっと、この子もね。え、君ちなみにあの芸能人誰に似てるって言われる？あんま言われたことない。あの例えばあのあえて言うなら最近言われるのとかない？ない。あるでしょ、なんかキムタク。キムタクキムタク似てるよ。似てる似てる。あ、ちょっとね、あの日本で初めてのキムタク美人見つけましたね。このキムタク美人とこの吉川ひなのちゃん、これダブルでちょっと行きましょう。上田さんおすすめのそっくりさんはキムタクと吉川ひなの美人。続いて有田さん。芸能人で誰に似てるって言われますか。これとか似てるじゃないですか、あの BG4 のガッチャ誘導。有田さんはグッチ雄三そっくり美人。勝敗はいかに。いやー、え、あの何美人なの。グッチ雄三美人なんですけども。美人じゃねえ。ただ、うん、グッチ雄三の顔をどう変えても美人にはならない。お前も自分で認めちゃったな。吉川ひなのとかね、君だから美人になるもん、もともと美形だから。まあ、グッチ雄三よ。グッチ雄三みたいな感じなの。何言ってんの編集長。これはもう決まりですよ。圧勝ですよ。圧勝ね、圧勝ね、グッチ。違うよ。どんな感じかな。どう考えても違う。どちらですか。キムタク吉川ひなの方でしょうね。上田さんでーす。ということは2勝1敗で上田さんが女を見る目がある。本当にこれ美人だと思ってるみたいじゃないですか。いや、思ってるでしょ。思ってるだろ。自信満々に言ってる。思ってますよ。今週紹介するニューゲームはマスターオブモンスターズネオジェネレーションズ。このゲームプレイヤーはサモナーやウォーロックなど異なる能力を持つ6人から主人公を選択し、数多くのモンスターを召喚して戦っていくシミュレーションゲームなんだ。さらにモンスターたちは敵を倒すことでより上位のモンスターに変化する進化や、進化したモンスターたちを合体させることで新しいモンスターにする融合といった要素も入っているぞ。また主人公はフィールド画面において様々な大魔法が使えるぞ。この大魔法、隕石を落としてダメージを与えるメテオや、味方全体の体力を回復するヒールオールなどがあるんだ。そして注目すべきはモンスター同士の戦闘シーン。様々なモンスターが繰り出す特徴ある攻撃を迫力あるアニメーションで表現しているんだ。こうご期待。いやー、マスターオブモンスターズ、私好みでもありますけど、編集長も好きでしょ、こういうの大好きですね、これ ね, ねあそこですごいヒットしたんですよ、うん、あの大戦略ってあるじゃないですか、うん、兵器を、生産してそれ戦わせる、うん、あれのモンスター版ですよね。当時のパソコンのゲームだと、もっともっと画面はもちろんだけど、モンスターの種類も少なかったし、うん、遅かったしだと思うんですよ。そうです、攻撃の時なんかも地味でしたよ ね, ねただの数字のやり取りだったの、あれだけ演出が綺麗なんですよね。2人ゲームもやるんでしょ。やりますよ。こういうロールプレイングとかシミュレーションとかそういうのどうですか。あ、ロールプレイングもね、やりますね。最近これはハマったっていう。最近はクロノトリガー。古い。
最近じゃねえじゃねえ全然最近じゃあれ僕ね、なんかあれダメなんですよね。あのドラクエとか、うんうんうん、ちょっと旅したいのにピタッと光って敵出てくるじゃないですか。だからずっと僕ね、あのドラクエのやり方知らなくて、とりあえず何回もやけに死ぬなと思ったら、もう最後の最後ぐらいまでまだ旅人の服とか着てた。アイテムの揃え方とか分かんなくてダメじゃんそれ。そうダメなんですよ。だから信長の野望もね、この間初めてやったんだけど、やんな大体それ。今の段階でやるには早いけど、まあやってやってみたんですよ、うん、そしたらね、20年経ってもまだ自分の国1個しか持ってないですよ、ね、無謀だよ、もう野望じゃねえ。そう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 、うまいな。発売間近のゲームをゲームのことなら何でもお任せのファミ通レビュアーが採点。今週の審査員はこの3人。鈴鹿サーキットのタイムレコードを目指し F1 カーを作ろう。タイヤの感覚からガソリンタンクの位置など F1 カーの細かいセッティングが可能なのだ。思いっきりマジな F1 マシン設計シミュレーター。設定の進行はとってもロジカルで丁寧な解説付き、何にしろ徹底的なまでの深さが魅力です。アーケードで人気の 3D 対戦格闘ゲームの移植版、プラズマコンバやプラズマリバースなどの特殊技を使いこなして戦っていこう。移植は完璧、グラフィックが綺麗で個性的なキャラが多いのも魅力です。派手なだけでなく必殺技や分岐するコンボ、ガード&アタック、横移動など奥の深さもあります。サイコロを振って進みながら建物を建てたり会社を設立したりしてお金を貯めることが目的のボードゲーム。会社はレベルアップや合併で成長していくぞ。自分が絡む会社をいかにうまく潰すかが重要なポイントです。建物数の多い人がその会社のトップオーナーになれるため、常に熾烈なトップ争いが展開します。プリクラ美女探し罰ゲーム。すごいですけどね最後は。いやまあ最初はね、いろいろ予定では罰ゲームで片耳をそぎ落とすとかだったんですけど、事務所から NG が出まして。そりゃそうですよね。うちの事務所 OK 出しましたよ。そうつけやられたいのかい。事務所が OK 出してもお前が NG 出せ。俺的にはもう覚悟してたよ。プリクラぐらいで。結局ですね、こちらにありますもうメイク専用のペンです。はい、いやマジックですよ。いやいやいや、これで面白いメイクをして面白い顔にしてプリクラを撮って、うん、さらにそれをですね視聴者の皆さんにプレゼントするという。あー、いいですね。今日の罰ゲームにふさわしいですね。ヘッド戦略的ですからね、うん、いい感じ。あ、いい感じ。俺嫌だな。俺いい感じでしょ。あ、いい感じだよ。こっちも行きたいな俺な。あ、ちょっと順、レッツゴー順という感じの。あ、いいっすね。お、いいな、いいな、早速プリクラ。いい、ね、しかもね、これね、あんまりに踏んだり蹴ったりじゃかわいそうだから、うん、プリクラをこうやる300円は自分で出して、うん、自分で出して、番組持てよ。いやいや、番組持たないからそういうのはね、はい、なんならプレゼント当たった時の送料とかも君出してくれてもいいんだけどね。宛名書きとかもやってもらいたいんだけど。すごい、100円玉で3枚持ってんだもん。持ってくれ、持ってくれ。もうやり方覚えたんで、あなた好きなの選んでいいっすよ、フレームは。いいなぁ、もう羨ましいな。うわー、怖い。あー、怖え。視聴者もらいたいんですか、こんなの。すごい欲しいよ。もらいたい、もらいたい、これは。決定プリント。きたなー。いや、いいですよ。そんな抜かなくても。ねえ、谷。ひどいな。俺、嫌だな、こんな相方は。あーら。来た、来た、来た。お、来た。どうですか、これ。怖え。なんでこの顔で。なんかこの辺だけ薄白くないですか。いやー、抜群が光ってるね。すごいなー。ということでこの気持ち悪いプレゼントね、ちょっと見せてあげてください。すごいよこれさ、16個もいらないと思うんだ。気持ち悪い。いや、いるいる、これは抽選で16名の方にですね、こちらのですねシールの方を1個1個切って差し上げます。1枚1枚ね、はい、はいはい、どんどん送ってください、待ってます。ということで今週はこの辺でゲーム方のグッズ、バイバーイ。うわ、俺ケツ取ろう、ケツこれ。私が歌うマインドモーションの CD が10月23日に発売されます。皆さんお誘い合わせの上買ってくださいね。ちなみにカップリングの曲は私が作詞しています。
ファミ通よりバーチャファイター3コマンドブックを10名様にプレゼント。番組へのご意見ご感想なども忘れずにこちらの宛先まで送ってね。おはがき待ってるよ。この番組は ABEX トラックスの提供でお送りしました。